れ、エビス君はマイクの教え子や、うん、なんか、どっか見たことある、うん、ベスト8ペアと初めてご迷惑ばっかりおかけいたしましたけど、いやいやいや、はい、かなり玉がかかって、いやいや、たまたま負けて、返しの返球がすごい丁寧で、ありがとうございます。ありがとうございます。普段はチャッピーと、はい、一緒にいるんですけど、チャッピーいつも肩が開いてるとかイメージはレンドです。いや、もうそれは30年前のレンズ覚えてるつもりなんですけど、肩にハマってしまってるんでしょうか。最近なんかポニー意識ちょっとそっち用でした方が、まあ、アドバイス。ああ、チャッピーテニスはどっちかというとポニーにテニスやもんね。ポニーにっぽい感じで、まあ、まただからチャッピーのアドバイスを聞いて頑張っていただければ。そうですね。おっさんでもこれから上手くなれるぞというところを見たいと思うんで。年齢差は関係ないです。関係ないです。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。庄司さんの組み合わせにすると。庄司さんは新大阪ですね。はい。そうです。新大阪で車の販売、はい、中古車販売、中古車販売をされていますので、もし、これをご覧の方で車に興味のある方はぜひ庄司さん、ここにですね、ちょっとテロップ入れておきます。オートクルーズとか、オートクルーズさん、はい、ぜひですね、ちょっとググってもらって何もせえないんですよ。そうですね、こういうことで見てる限りは欲しいです。チャッピーつながりでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。